マウンテニアはフォードが製造し、マーキュリーブランドで販売していた SUV である。1997年、フォードエクスプローラーの高級使用姉妹車として、マーキュリーディビジョンより発売された。そのため基本的な外観やメカニズムは、エクスプローラーと共通しており、他のマーキュリー車と同様の、いわゆるバッジエンジニアリング車である。ただマーキュリーブランドらしく、内外装は、 ベースとなったエクスプローラーよりも高級な仕立てがされているのが特徴。2007年時点で全世代を通じて日本への正規輸入はされていない。エクスプローラーのマーキュリー版として1997年にデビュー。エクスプローラーとの違いとして外装はグリル、バンパー、テールレンズのデザインの変更。内装は本革シートやウッドパネルの採用。 高級オーディオ装備などの違いがある。メカニズムもエクスプローラーと基本的に変わらない。エンジンは 4009ccv6 サイチェシー及び 4942ccv8 オフが搭載されているのもエクスプローラー同様である。1998年にマイナーチェンジを実施し、1997年モデルではエクスプローラーと同じであったヘッドライト形状が 独自の形状のものへ変更された。2002年モデルとして2001年秋にフルモデルチェンジされる。これはベース車両であるエクスプローラーのモデルチェンジに伴うものである。また旧仕立てされた仙台とは違い、外装デザインはエクスプローラーとは差別化された独自のものとなった。この縦型ヘッドライト、ウォーターホールグリルと呼ばれるクロームメッキされための 細かい縦格子グリル、メッキモール付けテールレンズなどは、後にデビューするマーキュリー車へも採用されている。搭載される 4009ccv6 サイチェシー及び 4600ccv8 サイチェシーエンジンや四輪、独立喧嘩サスペンションなど、メカニズムは、エクスプローラーと共通である。2006年兄弟車エクスプローラーと、同時期に、ビッグマイナーチェンジが行われた。これを、 実質上の三代目とする。プラットフォームの変更や搭載エンジンの変更などは行われていないもののフェイスリフトだけにとどまらず、6速 AT の採用や装備の見直しなど大幅な改良が施され、商品力がアップした。これは2005年をもってリンカーンはアビエーターが生産中よされたことにより、次期モデルが登場するまでのつなぎとしての役割を担う意味もあった。マウンテニアは 登山家、山岳民の意味、ありがとうございます。